これが湧き水を独り占めしてるちょっと気分屋の子ですか？キングじゃねえかよ。王の風格。このなんか説明文がなんかいい感じでこびてるな。ヒーハー、オイラはキングフロスト、ボスだほー。のぞみと、あんた誰ほー、ズバ高いほー、なーにしに来たほー。その湧き水を独り占めしてるって聞いて。ああ、なんて言ったのか聞こえなかったほう。言いたいことがあればはっきり言うほう。わ、の、圧をかけていい。あなた、どうしてそこの湧き水を独り占めしているの？ここはオイラたちにとってお気に入りの飲み水の補給ポイントだほう。ここを抑えればここに住む者たちはオイラに従うしかないほう。この悪魔、見た目の割にこすっからいね。こすっからい、まあ、せこいってことか。それでみんなを従わせてあなたは何がしたいのかしら？森にあるお宝が欲しいんだほう。なんだそれ。お宝って具体的には何？あ、そういえば教えてもらってないほう。おいら、お宝が何か知らないほう。教えてもらってないってことは。教えてもらった？めんどくさいからこの森全部もらうほう。お宝は後でゆっくり探すほー。交渉決裂みたいね。凍らせてやる。ヒーハー。人間なんてみんなオイラの家来にしてやるんだほー。補助1個欲しいな。ん？何アシストアタック。お願いします。エネミーターンを破壊し各パートナーたちによって回復が補助していくと、その時点で有効な行動が実行された後全員での、あ、マジでペルソナやん。総攻撃できるって、パートナー HP と上に表示されていたシステムで、そういうのあるんだ。わかりましたんで、まあこれだよな。これ殴って、あ、マックスになってる。ザンとか打っちゃった。早く探っとけばよかったな。何をやってる。任せたまえ。お、さらなる高みに。これだ。お、すげえ。私にかかればこんなものだ。おい、しかもニヤリになってるじゃないか。なんだ、あんなあんのかよ。面白すぎんだろ。強いな。いい感じなんじゃないか。これ安いからさすがに。芝生。これだ。もういいね、楽貼ってくれてる。あ、一個溜まった。8段階ぐらいまで行ったらあれが出んのか。
ナバールさんやれんな。ちゃんと落下で張ってくれる。あ、体力ねえな。くそー。また死ぬのか。スマイルチャージ。うわ。一部のスキルには追加効果がある。例えばハマイムドナル。あ、そうなんだ。ニヤリで即死になるんだ。今回そうなんだ。面白いじゃん。いけんのかなこれ。一応入るんだな。あ、しまった。俺何やってんの。前回はもう攻撃通んなかったからな。今回はそっか、通るようになってんのか。じゃあアギウ。ナバルさん行っちゃったよ。スマイルプリキュアになった。うわー、弱点持ち連れてこなくてよかったよ。マジで無理じゃん今度。クレムリンはいける。はい、あー、行っちまった。石膏待って、これ最初先に、あ、そうなんだ。気づかんかったけど、そういう感じなんだ。そっか、俺そういえば武器耐性だったな。生きたな。対戦1体しかいなかったの。つれ、弱点は出せないから HP109。 ドワーフか。ドワーフ召喚リアだな。むしろ俺か。あ、戻ってきた。スマイルプリキュア、これうずやな、マジで。ハンサー落ちそう、やべえ。おー、これだ。グレムリンに行って、僕は2体落ちたよ。きついな、これ。召喚ドワーフが落ちちまった。まあ、とりあえず4体にしよう。さて、どうしようか。弱点ストレゴイを出すしかなくなってしまった。召喚まだまだ。あ、しまった。これ回復できんの俺だけ、もしかして。吸血結構吸ってくれた。持ってるか。厄介だな。まだまだ。
うわまた死ぬの悲しいことを言いなすったまだ落ちねえのかこいつ。あ、しまって、死ぬダメだねこれ。やべ俺落ちそう。うわマジかこれ。これダメだ、出せねえな。ざけんなマジこいつ。これ2体で行くしかねえなこれな。うわしまったー。これ使っていいでしょこれ。ああギリギリ超強かった。やったぜ。ああ震度強ーマジで。ジャックフロストだったんだ。ひどいほー、ジャックフロストに戻ってしまったほー。まあこっちの方でも十分に愛嬌があるから構わないほー。かわいいな。ね、どうするの？まだ独り占めにしたい？ここは潔く負けを認めるほー。もう独り占めなんてしないほー。それと質問があるんだけれど、いいかしら。なんだほ？猛者の過ごし方以外なら答えるほ。さっきあなた、森にあるお宝について教えてもらってないって言ったわよね。ほう？それがどうしたほ？それってつまり、誰かがあなたにお宝の話を吹き込んだってことでしょ？そうか。だとしたら今回の件って別に誰か黒幕がいるんですね。ガキじゃないですか。お、ほらそこ逃げない。ちょっと話を聞かせてもらえるかしら。かっけー。失敗したぜ。出たな、チンチン丸出し。俺は何も知らねえぞ。この森のお宝を盗めと命令されただけだ。そこの妖精どもをそそのかしてお宝ゲットする予定だったのによ。命令したのは誰？ショットガンなんだな、スナイパーライフルじゃないんだ。知らねえよ。俺は知ったことし詳しくは知らねえ。そう、じゃあ仕方ないわね。怖い多神教の神さんだ。そいつらにやれって言われたんだよ。多神教、俺は知ってること話したからな。殺される前にとんずらすんぜ。よかったんですか？逃がしちゃって。ええ、どうせあの様子じゃ大した情報は持っていないでしょうし。それにしてもあなたたち思っていたより戦えるのね。いやー相当ギリギリだったっすね。たまたま武体戦持ってなかったら死んでたなあれ。特に君、戦闘のセンスがすごくいいよ。褒められてるよナナシ。ほらもっと嬉しそうにしたら。
あ、そういえば息子がどうの。あなたのその力、ダグザによるものですね。ダグザ、あなたは彼を使って何をしようとしているのです。こうやって見たらなんとなく似てるかもしれん。息子、まさかこんなところで。その人がダグザさん？人ではない、俺は神だ。あまり人前に姿を晒したくなかったのだが、母上に呼ばれれば姿を現すと変わるまい。あ、そういうところはちゃんとあるんだな。ダグザ、あなたは何を企んでいるのですか？俺はなすべきを志しているだけだが、母上に俺の真意は分かるまい。ダグザ、私たちは神羅万象、自然と共にある神の一族。滅びゆく妖精や精霊を守るため一緒に尽力しましょう。母上は今の状況がどのようなものか見えていないようだ。それはどういう意味ですか？そのうち嫌でもわかる。妖精どもと指でも加えて見ているんだな。親子仲悪いの？神様同士だから反抗期ってことではないんでしょうけれど、念のためダグザが彼についていることは口外しない方がいいわ。それはどうしてですか？いらぬ誤解を受けるだけだろうし、それに、ほら、そんなことより二人ともクエスト達成おめでとう。うわー、ほとんど死んでる。全然経験じゃないね、もったいね。しゃあない、まあしゃあない。不可抗力、こんな感じで。よし、あと1個だ。早くあれだな、 MP リカバリーを。このゲームそれないと序盤超きついべ。くっそ、経験値全然ないね。もっともっと強くなる。あ、ポズムでいい感じね。乱射だ。これでクエスト達成？ええ、ちゃんとこの森で起きていた喧嘩を止めてくれたでしょ。あら、ナナシ、ナナシ、クエスト達成だよ。お手柄だよ、私たち。二人とも仲がいいのね。仲がいいって違いますよ。私とナナシはただの幼なじみですって。かわいい、強キャラだな。いい眺めですね。それじゃあ森の入り口まで送るわね。いや、のぞみさんやっぱ腰いいですよね、あのくねり具合。なんとか勝てました。みんな死んじゃって復活させたい。うん、綺麗だね。このままずっと見ていたい気分だよ。ここに来ればいつでも見れるわ。桜が気に入ったならまた遊びに来てね。はい、またすぐにでも。え、待ってるわ。それじゃあ二人ともまたね。ああ、まあそりゃそうか。行っちゃったね。離れるわけにいかねえだろうかな。そういえばナナシ、
なのに取り憑かれているって話だけど、大丈夫？変なのとはなんだ、変なのとは大活躍でしたかね。ナナシなら大丈夫だって思ってるけど、何かあったらすぐに話してよ。私やだよ、ニカリさんたちが死んじゃった時、もしナナシまで死んじゃったらって。実際死んでたかな。私あんなのもう嫌だからね。どっちもダメな、小僧の死をおもんぱかるか。全く余計な世話だ。お前は俺の神殺しだ。何度死のうが何度でも蘇られる。そういえば死んだらどうなるんだろうな。また出てくるのかな。カロンさん、安心して何度でも死ぬがよいさ何気にまだ死んでないんだよな。そういえば運よく変な空気になっちゃったね。らしくないな私。ねえ、私たちにできそうな依頼って他にはないのかな。ナナシ、一度ハンター紹介に戻ってみよう。親父だったら何か仕事くれるかも。おやんね、まず回復だな。行けとか、これもう全部行っちゃったかな。うん、多分行ってるよな。あ、会話のやつが出てるけど、ちょっと危ないんで経路。あ、でもどうしよう、なかなか来ることなさそうだ。あ、でもまだ4体残ってみんなでもあれだべ、氷結弱点氷結弱点が残ってるだけだ。カソね、クレムリン大活躍だったな。こいついなかったら勝てなかった。行ってみよっか。てかあれだ、枠ナパイヤさん欲しいんだよ。ナパイヤさんていうかナパイヤさんもそうだけど、よく考えたらあれピクシー、いやどっちかな。先着順で出番だな。これもうあれかな、とりあえず朝日ちゃん出してちまちま回復してくせこいスタイルにシフトした方がいい。ナパイヤさん随分変わったな、見た目。特に目か。うん、なになに。ねえねえ、え、ちょっとしかない本当に結構いっぱいあるな。頼む、仲間になってくれ。ねえねえ、あそっか、ケッチったよ。くそ、知られてっけど、まあでも前回を考えれば本当にもっとめんどくさかったからな。やっと届いたわ。隣にいる人じゃない嫌味っぽい様子。お手入れ大事ですよね。無邪気な様子。あはは、やっぱこいつか。無邪気だな。ツッコミは入れんようにしよう。超おまーっていうのはなしにしよう。空気を読む。ここ、あ、これナパイヤさんじゃない。よし、諦めんぞ俺は。ナパイヤを仲間にするまで。仮
はさすがにな、弱点突戦で弱点は出せねえよな。ね、しゃあない、殴ると怒られるか、あ、しゃあない。早いって言われた。一緒に笑おう。あれ？一緒に笑うじゃなかった。武器を構える。クソ！あ、あんたまた軽そうだもんな、カソな。飛んでくよな。何になりたい？そう、金を出す。あ、金結構、今作金貯まるな。持ってないな、ないんだと。あ、そうなるわな。やっと仲間になった。なんかエロいな。本当にやっとだな。傘を探さねえといけなくなっちゃったな。いいのではないか。反対側も久しぶりに里帰りをしなくてはな。この人たち本当に不干渉だよな。我関せずって感じなのかな。気になっちゃう。あんまもうこっちに来ることなさそうだし、うん、かわいい。ナパイアとピクシー二大巨頭、そして今回はきっとナジャちゃん。ナジャいいよな。前作も相当ナジャとね、ドア回すは相当良かったマジで。一番ビジュアルが好きだったのはペレだった。ペレじゃねえ、なんだっけあいつ、あいつなんだっけな、ペレじゃねえんだよな。なんか羽生えてる、なんかインドっぽいやつ。よよ、ペレはあれだよな、あのポズムディの人。よし、転送モード実行、転送完了。ふう、こっちは。おやじ、何か手柄になりそうな仕事ない？なんだやぶから棒に。クエストが欲しけりゃスマホ確認しろ。仕事ってのは小さなもんからコツコツ積み重ねてくもんなんだよ。そういう積み重ねがあってようやく一人前だって認められるんだ。分かってるよ。分かった上でできるだけ早く一人前になりたいんだって。言いたいことはある、分かる、なんとなく。なってねえな。やることねえなら部屋の掃除でもしてろ。それと親父じゃなくてマスターだ。何べん言っても聞きゃしねえ。じゃあ仕事くれたらマスターって呼ぶよ。悪いがスマホに載ってるもの以外に今のお前らに渡せる仕事はねえよ。諦めろ。好きなハンターになったのに、はあ、もう行こう、ナナシ。何を焦ってやがんだ、あいつ。ったく、うがってねえな、ナナシ。
いつも言ってることだが、アサヒを頼んだぞ。うい。なっちゃいねえな。手柄になりそうなクエストなくなっちゃったね。まあ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 、しゃあないよ。まだ駆け出しやから。お二人さん、手柄が欲しいならわしがいい話を知っとるぞ。ん？なんだこいつ。あれだ、前作トールだって、トールじゃねえ、オーディンだったやつだ。いい話？おじいさん誰？まあ見た目だけだけど。わしはただの通りすがりさ。いい話というのは当然依頼の話じゃよ。だがちとここでは話しにくい。話を聞く気になったのなら駅ホームにある部屋まで来てくれ。怪しすぎんだろ。駅のホーム？そんなところに部屋なんてあったっけ？来ればすぐにわかるじゃろ。わしは部屋の中で待っておる。ではな。なるほど。あのおじいさん、やっぱりなんか怪しいよ。でもいい話ってのも気になるな。ナナシ、念のため地下2階の駅ホーム行ってみる？行ってみましょうか。多分話進まんだろうし、とりあえずその前に回復じゃ。お前らよう。ここタダで回復させてくれる。好き。うん、うん、この音。今回は、ああ。よ。マスターに話せばとりあえずクエストもらえるのかな。お互い生きてまた会おう。前回は掲示板見たらなんか新しいクエストバローズさんが追加してくれたから。とりあえず売ろう。いらっしゃいませ。鑑定します。いいね。他に用はありますか？1万超えた。よっしゃ。また来てくださいね。1時間やってんのかも。一旦じゃ切りますか。